ではちょっとね、可愛いやつを一ついただいてみましょうかね。これはこういう感じで縦にこの綿の部分にこうひっついてましたね。縦にね、こういう感じでくっついてました。もうほとんど中はですね、種ですね。この種自体はですね、かなり硬いです。では一口ちょっといただきます。はっきり言ってね、 95% は種で、食感はですね、あのバナナをちょっとね、ゼリーっぽくした感じ、ちょっとプルンプルンしたような感じでしょうかね。味もそんな感じですね。バナナをちょっと薄めてゼリー状にしたような感じの、あの味でございます。あのまずくはないですね。はっきり言って美味しいとは思いますけれども、食べるところはないです。食べた後に種をですね、吐き出さねばならないので、ちょっとね、めんどくさい食べ物でございます。一説にはですね、アケビはほとんど全部が食べられるそうなんですけど、このね、皮の部分、これなんですけどね、これもね、ちょっと質感としては微妙ですね。あのレモンのね、あの皮の部分みたいな感じの触り心地ですね。ちょっとね、かじってみましょうかね。これはね、はっきり言って、あの、ゴーヤです。ゴーヤの味そっくりですね、これね。炒め物にしてゴーヤの代わりに食べたらね、あの、生きるんじゃないでしょうかね。私ちょっとね、あのゴーヤ苦手なんでちょっと食べれませんけどね、ゴーヤ好きの方にはあのいけるんじゃないでしょうかね。はい、食べ方としてはですね、なんか炒め物にする、揚げるとかね、いう風な感じで書かれてましたんでね、これちょっとあの素揚げしてきました。天ぷらにする方もいらっしゃるようですけれども、果たして素揚げしたものは食べられるのでしょうか。これはですね、あのやっぱりあの苦いんですけどね、本当に苦いけどね、食感がですね、あのフライドポテトにそっくりになりましたね。外があのカラッと揚がって、中がねちょっとあの柔らかいみたいな、本当にね、あのポテトを揚げたみたいな食感になりました。それとね、ちょっとあの芋っぽい味もねしましたけどね、やはり苦いです。これはちょっと私には手に負えません。ミニチュアはですね、あの拳を握ったみたいな感じに なってますのでね、こう開きますね。こういう感じでね、開くとこんな感じになります。これちょっとね、あの糖度を測ってみたいと思いますけど、あんまり水分がないものですからね、測れるかどうかは分かりません。ここのね、種のこの部分をね、あの取り出しまして、こういう形で
とね見にくいんですよね。甘いことはね甘いんですけどね、あの何しろね食べるところがないということですね。本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。